チプロファイリング探偵ひまぞらあかねです。助手のなるこです。今回は共産党と強いつながりがあるコラボ代表二頭ゆめのさんについて目が覚めるようなネタを紹介します。どんなネタですか？コラボは10代の女の子をタコ部屋に住まわせ、生活保護を受給させて毎月1人6万5千円を徴収しています。え、これは事実なんだ。え、前回の動画を振り返りますと、コラボは女の子たちに生活保護を受給させているんじゃないかという話までは出ました。そこからどうやって6万5000円という具体的な金額が出てきたんですか？普通にコラボの公式 Facebook から。公式にそんなヤバすぎる情報があったんですか？まず簡単なタコ部屋の証拠から。これは百聞は一見にしかずだね。これは実家のような安心感のあるタコ部屋ですね。見ず知らずの人とこれは嫌ですが、というか右にある段ボールとケースは一体何なのでしょうか？これ倉庫も兼ねてるんじゃないかな。地震が来たら結構危ないですね。これがシェルターなんですか？寝室がタコ部屋っぽいのは分かりました。居室はどんな感じなんですか？タコ部屋っぽいではなくタコ部屋。女の子3人をここに詰め込んで生活させているという話だよ。え、別の角度の写真がありました。家具が一緒だから分かるよね。これは同じ部屋です。確かに同じ家具ですね。部屋の奥行きも分かりやすいね。だいぶ狭いです。布団敷いてた部屋にちゃぶ台出してそこでお茶飲んでる。ここは独立した寝室ではないです。コラボの2018年活動報告書を見ると、シェアハウスを始めましたとしてこの部屋が出ています。報告資料では右側の倉庫エリアをトリミングで隠しちゃってますね。シェアハウスっていうと6から7畳程度の個室括弧寝室と広いリビングの共有みたいなものじゃないんですか？こんな狭い部屋をシェアは。シェアハウスではなくタコ部屋ですね。他に自室はないのでしょうか？コラボではこの3人でタコ部屋暮らしがシェアハウスみたいです。のんびりしたい人はのんびりみたいなこと書いてて、正月にのんびりなんてここが自室でしょ。倉庫も兼ねた3人タコ部屋はさすがに悲しいですね。予算がないのでしょうか？泣いちゃった。受け入れよう現実を。それにその予算が本番だよ。まだ何かあるんですか？これを見てほしい。これは家計簿？3人分？補正するとこう書き起こすとおそらくこうなります。左に縦で並んでいるものと商談が収入のようですね。商談のプラス1万5000だけがかろうじて読め、そこから縦書きとの対応を逆算すると2人目はプラス2万3人目はプラス0です。コラボの報告資料を見ると家賃は3万円からとあるので正しそうですね。家賃3万ならタコ部屋でも仕方ないんじゃないでしょうか？順番に説明していこうか。家賃は3万円じゃなくて3万円から、これは本当は6万5千円だよ。え、まず光熱費1万円。これは一律徴収だね。シェアハウスなら一般的でしょうか？誰が何円分かなんてわからないので。ただ、こういう場合、実費より多めですね。その下の保険、税って何かわかる？保険、税ですよね。そのまま、保険金と税金なのではないでしょうか？10代家出少女が入る保険って何？あれ10代家出少女が払う税金って何？働いて収入があれば未成年でも住民税とか課税対象ですよ。この子たち生活保護で非課税です。じゃあ税金ないじゃないですか。え、でもシェアハウスの子たちも生活保護というのはどこからわかりますか？14万1000円の収入ってどう考えても生活保護だよ。家出して保護されてコラボの手伝いしてる女の子がバイトで14万も稼げるわけないよね。時給1000円なら140時間、週5日勤務で1日7時間勤務だよ。月14万あったら所得税もかかるから額面は15万を超えるよ。夜のお仕事なら週1とかでもそれくらい余裕でもらえそうですが、コラボとして夜の仕事させるのはありえないですね。東京都18歳未満1人の生活保護を計算サイトに入れてみたら14万530円って出てきた。これが14万1000円の正体じゃない？14万稼ぐほど働いてて2人の収入が1円差もなく同じなんてめったにないし、 A 子だけ7000円多いのも高等学校等就学費だと考えると辻褄が合う。 A 子だけ交通費が高いのは通学、遊び代が高いのは同級生との付き合いがあるからだね。全部辻褄合う。
逆に言えば、B 子と C 子は17歳以下なのに通学すらしてないんだね。保護ってなんだろうね。コラボの目的って何なのでしょうか。最低でも、高校は行けくらいは言うのが大人としての責務のような。あれ、14万円のものが生活保護なら、別枠になってるプラス1万5千円やプラス2万円は何ですか。生活保護とは別で、隠れてバイトした収入なんじゃないかな。だから、基礎値とは別枠で書いてるとか、アルバイトしたい子たちは、コラボの活動のお手伝いって書いてあるね。普段は、ボランティアスタッフだと建前で説明してるのに、ここだけが、うっかり本音が出てアルバイトになったのかな。コラボが動員している女の子たち、お給料出てたってことですか。給料が出てるなら、コラボのお手伝いは朝6時半にまで及ぶらしいから、未成年なら深夜労働で違法だね。この時は無給なんでしょうか。で、話を戻すと、生活保護でなくても収入が3人で違うのに税金が一律2万5千円っておかしくない。結局固定で6万5千円を徴収してる。生活保護の家賃は東京都5万3700円だから、取れるだけ取るなら5万3700円以上にしなきゃね。3万なんておかしいと思ったよ。さっきから泣いてる子がいるんですよ。涙枯れるまで泣く方がいいかも。よくよく見ると通信費最大2万円もめちゃくちゃ高いですね。最新の iPhone14 Pro Max を通信量無制限、電話し放題でも1万4000円ですよ。それも共産党と強いつながりがあるコラボ代表2頭夢野さんが管理してるよ。そもそも iPhone も寄付で募集してる。買ってないよ。寄付された iPhone を買うよりも高いレンタル料で女の子たちに貸してる可能性まであると思うよ。買うより高いのは間違いなく、そもそも家出時に自分の iPhone 持たずに家出する人っているんですかね。野生児じゃないんだから親が与えたものがあると思います。スマホなしは夜の新宿とは別のところにいますよ。改めて振り返るね。コラボが公式に上げている写真によると、タコ部屋みたいな部屋に3人で住んでいます。その3人の家計簿を見ると、収入が14から16万と、アルバイトなら高すぎ。しかも、額が生活保護費と一致。家賃光熱費4万円。謎の保険貸すせいで、2万5千円が、3人とも同額の支出。シェアハウスと言ってるけど、タコ部屋、こういうのは、生活保護はダメなはずで、不正受給の疑いがある。さらにバイトもしてて、生活保護費から引かれてないから、その分も、不正受給の疑いがある。というわけです。この動画の最初に述べた内容。コラボは、10代の女の子をタコ部屋に住まわせ、生活保護を受給させて、毎月1人6万5千円を徴収しています。それが、これです。こんなの貧困ビジネスじゃないですか。そんなこと可能なんでしょうか。二頭夢野さんは、高校生が、知人宅から生活保護を受給できるテクニックの持ち主です。プロだよ、プロ。生活保護のプロ。共産党と強いつながりがあるコラボ代表2頭夢野さんは生活保護のプロ。自立支援じゃない生活保護なんて完全に貧困ビジネスじゃないですか。しかもこれ、コラボのシェアハウスを盗撮してきたとかじゃなくてさ、全部コラボ公式の写真からなんだよね。こんなまずい情報を読み取れる写真をどうして自分からアップするんでしょうか。さあ、そればっかりはこの認知プロファイリング探偵ひまぞらあかねにもわからない。あと、生活保護を受けながら、コラボのアパートに住ませてる女の子にも、毎月30食を寄付品から送ってるみたいだね。これも、福祉事務所にちゃんと報告しないと、不正受給だと思うけど、まあしてないだろうね。バイト代すら報告してなさそうだもん。バイト代を報告してたら、その分だけ保護費減りますからね。実質ただ働きで、自立支援にならないという批判が多い仕組みですが、それと、これは、また別の話ですし。では、最後に、前回までの動画文も含めてまとめます。コラボは、弁護士を使ってまで役所に勝ち込んで、家出少女に生活保護をつけて、シェアハウスやアパートに住まわせて、1人月6万5千円を徴収しています。募った寄付金の食料は、アパートに住んでる子に定期的に送っています。こうして女の子たちを、食うねるには困らない状態にします。しかし、自立支援とはほど遠い、沖縄基地反対座り込み活動や韓国慰安婦団体正義連のデモに連れ回して、政治活動を主として行っている。こうとしか考えられない様々な疑惑がコラボにはあります。補助金の不正受給。生活保護の不正受給。あと、未成年誘拐か何か。親元から引き離して許可を得ず、政治活動旅行は合法ではないと思う。ざっと見て、このあたりは普通に問題だろうね。どう？目は覚めたかな。スリリングでサスペンスな展開すぎて震えて夜しか眠れません。今回の動画は以上です。
引き続き応援、高評価、チャンネル登録、動画の拡散もしてもらえると嬉しいです。僕が消えたらそういうことだと思ってください。消えないで。それではまた次回お会いしましょう。